こんばんは、くしゃんとまおです。よろしくお願いします。本日は、はい、夏に向けて購入したサンダルをご紹介します。夏といえばね、サンダルですからね。夏といえばサンダルですが、はい、本題に入る前にくしゃんにここで質問です。はい、これから夏もね、本格的になりますが、まあ、川に行ったりね、海に行ったり、うん、もしかするとバーベキューとかをするかもしれません。あ、はい、そんな時に、ね、正解の足元とは何でしょうか。正解の足元、正解の足元、黒のストレートチップじゃないですか。はい、まあ、黒のねストレートチップもね、うん、いいと思うんですけど、はい、よかったですか。はい、まあ、B さんとかだとね、うん、海はいいと思うんですけど、川とか行ったりするとこう流されちゃったりするじゃないですか。ああ、確かに確かに。スポーツサンダル、そうするとスポーツサンダルとか出てくると思うんですよ。手羽とかね、手羽とかね、チャコとかね、はい、そういったものもあると思うんですけど、はい、ああいうのってこうベリベリでこう足がねこう固定されて、うん、結構こう水で流されちゃったりとかもしないですし、グリップ力とかもあったりするのでね、歩きやすいですよね、はい、まあ、ただやっぱりね、ちょっとこのね、うん、先っちょの方とかね、指先の方とかね、あの露出が多いので、確かに確かに、ちょっとこう怪我、皮とかだと怪我しちゃう可能性とかもね、ゼロではないかなと思うんですよ。あー、確かに。今日はね、うん、そんなお悩みを全部解決できるサンダルをご紹介します。それがこちらですね。あ、キーンのサンダルです。ご存知ですか、キーン。キーンはあんまりわからないですね。本当ですか。はい、まあ、一応今日ね、このキーンというブランドがどういうブランドなのかっていうところから簡単にご紹介できればと思うので、はい、はい、ぜひ最後までご覧いただければと思います。僕が購入した商品から、じゃあちょっと先お見せしちゃいましょうか。はい、こちらです。キーンのニューポートですね。ニューポート、はい、あー、見たことある。見たことあります。うん、金のニューポート。あの、お父さんが履いてた気がする。いや、お父さん履いてたんかな。なんかこんなんでも、いや、そうそう、でも確かに僕が選んだカラーも相まってちょっとね、お父さん履いてそうな感じしますよね。うん、あ、でもなんかいいですね。うん、まあ、まずそもそもこの金というブランドについて軽くご紹介ですが、金、はい、っていうブランドが、はい、2003年に誕生したアメリカのブランドでして、結構ね新しいんですよね。あ、新しい。はい、僕のイメージではなんかもっと昔からあるのかなって思ってたんですけど、はいはいはい、2003年に創業したブランドだそうです。で、キーンの靴の特徴としては、うん、ちょっとこういうね癖が強い、まあ、アイテムが多いかなっていう印象がございます。結構がっつりスポーツ系の、はい、アウトドアとかスポーツとかの、うん、あのアイテムを取り扱っているブランドではあるんですが、うん、あのその中でもデザインとしてはかなり癖の強いデザインのアイテムが多いのではないかなと思いますね。うん、はい、まあ、例えば、まあ、このニューポートもそうですし、うん、これ以外にもあのユニークっていうサンダルだったりとか、あとはあのヨギ、ジャスパーみたいな、ジャスパーはサンダルっていうよりもあのスニーカーっぽいような、あの形ではあるんですが、そういったねちょっと癖が強いなんて、あんまり他で見ないなっていうような、サンダルだったりとか、あとはあの靴、ブーツとかも作ってたりするんですが、そういったアイテムとかを出してるブランドになってます。ヨギがこれですね。見たことありませんか。あー、ある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 。クロックスのなんか強化版みたいな、クロックスを強くしたみたいな感じですよね。ユニークとかはね、かなり、よく見るんじゃないかなと思うんですけど、こういったものですね。はい、これよく見ますよね。うん、はい、こういったものとか、あとジャスパーとかは少しサンダルというよりも、スニーカーのようなモデルになってますね。ジャスパーはこんな感じですね。これかっこいいやん。はい、これかっこいいですよね。うん、結構なかなかね、他にはないデザインのものが多いんじゃないかなと思います。うん、はい。で、まあ、僕が購入したのはこのニューポートなんですが、このニューポートはですね、創業当初からあるモデルだそう で、これ店員さんに聞いたんですけど、どうやらこれが創業当初に一番最初に発売されたカラーだったみたいですね。へぇ、はい、なんかそういったところもね、あ、いいなってときめいたんですけど、剣マークとかついてますからね。これ何ですか。これそうなんですよ。これがこのニューポートのね、うん、特徴の一つなんですけど、トゥープロテクションといって、はい、さっきね川に行った時に足怪我しちゃうんじゃないかみたいなお話をしたと思うんですけど、はい、やっぱりここのつま先の部分って、川とかね、そのアウトドアシーンとかで、うん、結構こうぶつけることとかが多いと思うんですよ。危ないですね。そこを守ってくれるこのトゥープロテクション、うん、トゥープロ、これが、このニューポートの特徴になってます。まあ、機能性はもちろんなんですけど、なんかここの、ね、危険マークみたいのがね、ちょっとデザイン性もあってというか、なんか異物感があって可愛くないですか。ああ、確かに。うん、で、アッパーについてはさっきも話したんですが、レザーになってまして、ウォータープルーフのレザーになってます。なので、うんうん、そのまま
川に入ったりとか、うん、海に入っても大丈夫ですよっていうふうに店員さんには聞きました。ウォータープルーフという、はい、書いてますね、うん、でその他このニューポートのね魅力みたいなところをお話していくんですが、僕が個人的に一番これいいなって思ったのがドローコードがついてるんですけど、うんうんうん、ここにね、うん、でこれをあの履いた後に引っ張ってあげることで足をこう全体をねこう包み込むようにホールドしてくれるんですよ。でスポーツサンダルは手羽とかジャンプとかってちょっとすみません、あの足上げちゃいますけど、ここだったりとかこの足首とかあの足の甲あたりはこうギュッと締め付けてくれるじゃないですか、うん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 、ただこのニューポートってこの足全体を包み込んでくれるんですよ。はいはいはい、はいはい、なのでホールド力がやはりこっちの方があるなっていうのを感じますね。点じゃなくて、そう点じゃなくてこう全体で面で包んでくれるので、脱ぎ履きも楽そうですね。脱ぎ履きもね楽でした。スッと履いてピッて、確かに確かにいけるので、うん、あとはですねこのグリップ力、はい、ソールのグリップ力もめちゃめちゃすごいらしいです。めちゃくちゃありそうですね、はい、ありそうじゃないですか、はい、でこれねあのちょっと気持ち悪いんですけど、あのグッてこうあの折り曲げてみてもらうとよく見てください。これこうやって見えます、ね、すごい、ちょっと気持ち悪いですよね、うん、このソールにレーザーサイピングっていって、うん、あの無数の細かい切れ目が入ってて、うん、すごい気持ち悪いですよね。すごいすごい、これがグリップ力を高めているらしいです。なんかこれあの調べたらスタッドレスタイヤと同じ仕組みらしくて、あなんであのマジでグリップ力がマジで高いらしいですね、うん、ということでねこちらのキーンのブランドだったりとか、うん、あとはニューポートのね機能性みたいなところをお話ししてきましたが、お待ちかねの着用を見ていきましょうか、うん、はい、はい、じゃあ履いてみます。はい、じゃあ履いていきましょうか。まずやっぱりね履きやすさなんですよね。足入れてあげてでギュッと入れたら、あとはもうこのドローコードでギュッてしてあげればホールドされるっていう感じです。おー、なんでね本当に履きやすいんですよね、うん、あとなんか痛くなりなさそうですよね。そうですね、一部分でこうホールドしてるっていうよりは全体的にこうホールドしてるので、うん、あのどっかにこう負荷がかかる、うんうん、足のこの足首だったり足の甲だけに負担がかかるっていうよりはもう全体的に包み込んでくれるので、うん、マジで痛くはならないと思いますね。こんな感じです。どうでしょうか。思ったよりこうボリューム感が確かにありますよね、うん、足の先端に行くに従って、うん、こういう形であのちょっとこう丸みを帯びているので、うんうんうん、はい、かなりあの思ったよりもボリューム感があるなっていう印象がありました。可愛くないですか。いやすごいいいです。今あのジーンズあの、まあ、オーバーオール、厳密に言うとオーバーオールに合わせているんですけど、まあ、ジーンズだったりとかあとあの軍パンとかに合わせても絶対かっこいいと思いますね。回ってみますね、はいはい、横から見てもね可愛いですし、このキーンロゴとか入ってるのもね、うん、いいと思います。いや確かにこれは革とかで履きたいですね。履きたいですよね、うん、個人的にはできれば素足で履きたいんですが、結構靴下に合わせるっていう方も多いみたいで、はい、ちょっとせっかくなんで靴下履いて合わせてみようと思います、うん、はい、靴下に合わせてみます。おー、このビルケンとかを靴下に合わせるみたいな感覚かな。そうそうそう、イメージとしてはそっちに近いかなとは思いますね、うん、ビルケンのサンダルとかもあのそのまま履いてもかっこいいと思うんですけど、あの靴下と合わせてもすごい可愛いじゃないですか、うん、まあ、そっちにイメージ近いかなとは思いますね、はい、こんな具合に、おちょっとねチラッと靴下が見える感じ、あいいですね、確かに確かにいいですね、うん、本当に雨かじとかすごい合いますね、うん、合うと思います、うん、じゃあ回ってみましょうか。こんな感じですよね。まあ、シンプルな白のソックスとかに合わせてももしかするとかっこいいかもしれないです。いいね、いいですね、うん、はい、いかがでしたでしょうか。僕はこれまであのサンダルはね、まあ普通の B さんとかも履いてきましたし、あとは手羽とかチャコとかね、うん、スポーツサンダルと呼ばれるようなものとかも結構履いてきたんですが、うんうん、今回ねこのニューポートを手に入れたということで、この夏はさらに楽しむことができそうだなと思っています。いやすごい、はい、確かに革で履くと安心な感じが、うんうん、本当に安心感があるなとは思う、スペックは非常に高そうだなっていうのは、はい、あとはもうちょっと夏の予定入れるだけなんで、あまだ、はい、まだないか、ね、まだないかね、はい、このチャンネルでは他にも経年変化と共に楽しめるものだったりこだったり紹介しております。もし気に入っていただけましたら左下のチャンネル登録ボタンを押して経年変化の会員になってみてください。また参考になったという方はいいねボタン、チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。